でドライヤーして直そうと思ってたんですね。でそしたら、あ、今日なんかそのさっきまでクレマグさんの美容系の動画を見てて、今日なんかパックしたい気分だなと思ってパックしてたら、スプレーで濡らしたことをすっかり忘れてて、そのまま配信を始めて前髪濡れたままやってました一瞬で、このままいけるかなと思ったんですよ。さっきこうやってこっちでこうやってやってた時に、こうやってやってた時に、あ、このままいけるかなと思ったんですけど、ちょっとさすがに濡れてたからドライヤーしてきました。すいません、お待たせしました。まあただの言い訳なんですけど、ここまで、はい、すいません、ごめんなさい。ということで今日はパックをして、お肌もちもち、まあ、いつもなんですけどの橋本でございます。こんばんは、こんにちは。マジハートありがとう。今日のテンションは 75% ぐらい。なんかすごいここが痛くて、この肩、肩甲骨、そう、左肩甲骨がすごく痛い。でもそれくらいです。はい、ギャロンさん、ミラーボールありがとうございます。どこまで歌ってたっけ。そうの違う、扉開けてみて風がそよぎ、花が揺れて、愛に満ちた新世界。ありがとうございます、ミラーボール、ありがとう。ということで今日もメイクをしていきたいと思います。イエーイ。今日はあの全然お仕事じゃなくて、普通にただあのこなんていうんですか、関東にいる私の高校時代のお友達と会うっていう約束をしてて、そう、夕方ぐらいに会って、なんかおしゃれ女子してきます。はい、なんかおしゃれなカフェとか行っちゃったり、わかんない、まだどこ行くかとか決めてないんですけど、はい、そのお友達が今日夕方以降なら会えるよってことなので会ってきたいと思います。まあ、高校時代のねすっぴんを見てる中なんで、別にメイクなんて本当にしなくていいんですけど、したいと思います。でも多分夜もできると思います。はい、なのでください。明日朝早いよ配信って言ってたじゃん。だから明日早いから、あのそんなに遅くならないし、それもちゃんと伝えてあるので、明日早いんだよねって。話もしてある。でも夜できなかったら怖いから昼やってます。やるつもりではいるんですけど夜。あと聞いてください皆さん、なんかここ今来てくれてるみんなはもしかしたらそのそうだったのっていう感じなのかもしれないんですけど、なんと、あ、まだなんかこんなねすごい白塗りの状態で喋る話じゃないんですけど、なのでちょっとちゃんとしてから喋りますね、すいません。
これでいい、これで喋っていい、ちょっと後でにするわ、ちょっとじらします、皆さんのこと。はい、ですっぴんも見せてるぐらいの友達の仲なので、別にあの今日もコンシーラーだけ、昨日と同じメイク、そう昨日のファンデーションの、ファンデーションしてないじゃないですか、昨日、昨日の配信も見てくれてる人しかわからないんでごめんなさいなんですけど、昨日実はファンデーションせずに、そう仕事行ったんですね。でもめっちゃ良くて、そうあの肌の化粧のりがめっちゃ良くて、なんで昨日と全く同じような感じの、まあでも今日の肌のあれによって、保湿力とかによってもね多分違ってくると思うんですけど、でも昨日のあの感じがめっちゃ良かったので、とりあえず今日も昨日みたいな感じのファンデーションなしなしコンシーラーのみメイクでいこうと思います。はい、その方がお肌にも優しいので、コンシーラーこんだけ使ってたら、えファンデーションなしって言えるんですかって言える出てくるかもしれないんですけど、まあそれは愛嬌みたいな感じ。結局こうやって伸ばしてスポンジで叩くね、変わんない、あんま変わんないかもしれないんですけど、こうやって色ムラぐらい飛ばしてあげましょうって感じです。クマと、でも私の好きな美容系じゃないんですけど、私の好きな YouTuber さんがクマ取りのあのなんていうんですかね、クマ取りをしたんですよ。そう、いいなと思ってて、私もめっちゃクマひどいじゃん、クマなんですかねこれは、何なんですかね、でもひどいじゃないですか、だからめっちゃクマ取りしたい。でもそうするにはうーってここうーってなるから、そうそれはちょっと怖いから多分やらない。うん、一生隠して生きていく。あ、いい感じ。ライトの当たり方が均一じゃないから、まあ、あれだけど、でもとりあえずいい感じ。だっておでことか塗る必要ないもんね、もう余ったやつしか塗ってない、こうやってあいて爪でおでこ刺した、余ったやつを塗ってます、スポンジについたやつ。でも今日は友達と会うので顔はちっちゃく見てほしいので、シェーディングはしっかりします。めっちゃおもろいこの友達、うん、友達に小顔に見てもらいたいのでシェーディングをしっかり入れます。ズーデスさん、黄色間違えた、コリラックマファンファンありがとう、ネバーストップさん、リラックマポヨポヨありがとう、ありがとうございます。
昨日適当にしてしまった。適当だったわけじゃないけど、でも眉毛も色が変わったのでちょっと変えてメイクします。そう、この間のメイクよりちょっとだけ赤っぽい色をプラスさせますって感じです。でも赤はここにあるのでこの赤をちょっと多めにするよってぐらい。まあ、そんなメイクの話はいいんですよ。いつも喋ってる、いつもどうでもいいって言いながらいつも喋っちゃう。昨日のロガールさんの宣伝まだツイッターでしてない。やば、しなきゃ。汗汗。あ、そう、猫の日だったんですけど、今日猫の写真本当に全然なくて、あのぴょんぴょんぴょんということでうさぎの日でございます。はい、なのでロガールぴょんちゃんのコメントのうまさ、何言ってたっけ、何言ってました、覚えてないな。お家帰ったらね見れる、お家帰ったら見れるんですけど、何言ってたっけ、待って、何言ってたっけ。なんかあれ撮影したのも1月とかなんでもう忘れました。何言ってたっけ、めっちゃ気になるけど、ここでネタバレするのもいい、大丈夫なやつ、何言ったっけ、忘れました。何言ったっけ、まあ私っていいコメントばっかするから忘れましたね。うるさ。ごめん。マジで何言ったっけ。気になってメイク止まった、それな。うさぎの日は3月、そうなんですよ、別の日にあるんですよね、うさぎの日。でもいいの、その日もうさぎあげるから。もう私なんて毎日うさぎの日みたいなもんでしょ。そうだから、もういつもうさぎパラダイスみたいな気持ちです。
そう、今日のピョンメールは全部ツインテールにします。2月22日なので、あのツインテールの日は別にあるんですけどもうそんなの関係ないです。別にもういつでも、私もう毎日がツインテールの日みたいなもんじゃないですか。なんかどっかで聞いたぞ、さっきも聞いたような気がするけど、このコメント、まあいいか。はい、なので今日のピョンメールは全部ツインテールにしますので、へ、昨日でお試し期間終わっちゃったのにっていうそこのあなた、ぜひ皆さん今すぐにでも、今日眩しいな電気、あ、めっちゃ眩しく設定されてた、今日めっちゃ眩しいなと思ってた、そこのあなた今すぐにでもぜひピョンメールを取ってください、お願いします。あ、今すぐじゃなくても大丈夫かも、もうちょっとあの配信終わってからでも大丈夫だと思う。はい、配信終わったら1通目送ります。え、今日めっちゃ眩しいなと思ったんです、電気が。そしたらめっちゃ眩しい設定になってました。そりゃ眩しいわ、すごい目疲れてた、よかった。あ、だから充電の減りが早かったのかな最近。そういうことじゃ、最近ずっと眩しかったのかな。あんま気にしてなかったわ。もうツインテールの写真なんて山ほどあるんだから、私新規撮影しなくても。うん、もうバカスカ出ちゃう。そうです、私の予想、今週生写真2月分出ると思います。なぜか見てください、ここにもうセットされてます。はい、でもまだ商品がありませんになってるから、きっと今週出ると思います。出なかったらごめん、気まず、すいません出なかったらでもずっと私ツインテールしてるよなと思って、このチューしようぜの衣装の時もツインテールだし、1月の生写真もハーフツイン、まあツインテールだし、ファーストラビットのやつもハーフツインだし、もうなんか全部なんかあれみたいな、私あれ私って髪の毛のバリエーションポニーテールとかあるの知ってるって聞きたいぐらいツインテールばっかしてるんですけど、今日マジで昨日の昼とテンション違すぎてやばい。昨日の昼だけの配信、昼の配信だけ見た人、あ、ハルピョンってこんな人なんだって思って消えてそう。違うんだよね、本当はこういう人なんだよ。そう、昨日がちょっとテンション低かっただけなのね。
ナンさんが数分前に波動の意気込み絶対優勝したいとツイートしてます。ピョンファイト、あやなんさんにかかってます。わかんない。でも私もそんなにもう久しぶりだから 2ヶ月ぶり、3月14日ってなると、だから頑張りたいな。昨日は何かあったんでしょうか。昨日はなんかちょっと気持ちテンションが乗らなかったです。はい、すいません。私シールド使えないんですよね。だから、そう。なんか橋本さんはじゃあ守備でって言われたら無理なんですけど、私どうやってシールドを使ったらいいか分かんない。うん。シールド使えない。でもなんか波動のなんか公式のツイッターさんが上げてる昨日のナルタオのやつとか見たんですけど、ナルタオとチームどこだっけな、 K だっけな、がやってたやつとか見たんですけど、そう、なんかでもあれはもうナルちゃんが強すぎる。だってさ、一発目でさ、もうさ、波動ファイトって言ってさ、ボーンってさ、やった瞬間にさ、もう一発 KO ですよ。そんなことあります？普通。あれはただただなるちゃんがすごすぎる。マジで。てかなるちゃんが一番うまいと思う。AKB 波動。わかんない。あ、わかんないけどね。他の人の波動を。そんな詳しく見たことはないけど、私も一回なるちゃんにやられたことがあるから、やっぱ勝手にうまいよなって思っちゃってるのだけなのかもしれないけど、でもなるはマジでうまいと思います。AIM って何？昨日の決勝戦のチャケのシールドのタイミング、あ、それも多分見た。あれでその波動のツイートさんが出してるやつで見ました。なんかもうあれカチコチシールドをさ割るやつあるじゃないですか、シールドブレーカー、あれほとんどなんかあれですよね、なんかあんま弱くないみたいになってますよね最近。それこそくるちゃんがすごい活躍をした回あったと思うんですけど、私本当あの波動の公式ツイートさんが出してる動画ばっか見てるんですよ。そう、それで見たんですけど、くるちゃんがすごかった。マジですごい活躍された活躍した時あったじゃないですか。あれの時が本当にあれ以来みんななんかシールドガチ勢になり始めてきて、そうカチコチシールドは40秒か30秒なんですけど、シールドブレーカーは10秒しか発動できないので、マジでいつ発動するかとかにもよるんですよね。うん、
誰が強いですか、これ見た感じ。でも小田襟が強かったイメージ。あとエリーちゃん、強かったイメージ。ただ K にズッキーがいるからな。ズッキーってなんか全部全部の作戦崩してくる、きそうなイメージ。勝手になんかこっちがこう考えてもなんかすごいそれを上回るぐらいの考え方とかをしそう。え、あれおだえりは耳に何刺さってるんですか。タコとかイカとか、いつも何あれ何ですか、イヤリング、あれは何、何を刺しているの、耳栓、なんで耳栓刺してんの、何のため。だって聞こえなくなっちゃうじゃん。シールド貼ったよとか、まあ、別に敵からしたら聞こえなくていいんですけど、エリちゃんのすることファンも分かりませんめっちゃおもろい、翻弄されてるじゃんファンの方も。まあでもヤッホーマンさんだから多分みんなを元気づけようとしてやってくれてることだと思いますけどね。あれ耳栓なんだ。一時流行ったっていうか、なんかツイッターで流れてきたのは知ってたけど、何なんだろうとは思ってた。イヤホンだと思ってた。耳栓なんだ。多分やってる時はつけてないんじゃない、知らないけど何も知らないけど、でもおだえりらしい、面白い。だってみんなもさ、次はおだえり何つけるのかなって楽しみになってるじゃん。そういうエンターテイナーですよね。もう本当にすごいと思います、おだえりの発想力と。なんか埃ついてた。そしてアホ毛。目元完成。こんにちは。なんかマジでコメント来なくて今暇でした。ありがとう、コメントしてくれて。そんな私コメントしづらい話してたかなと思いながら暇してました。ありがとう。
今日もマスカラは普段使い用で、そういつもねどっちも入れてるんですよ、アイドルマスカラ用と普段使い用マスカラと2つ入れてて、こっちとこっち、こっちはめっちゃマジでいい、てかどっちもいいんですけど、こっちは私がすごい好きなタイプの繊維、繊維っていうかなんかまつげ一本一本にしっかり色をつけたりしてくれる感じ、黒つけてくれる。でこっちはひーちゃんが前になんかメイクさんに言ってたらしい、あ違う、なんかで紹介してたんだ、このマスカラいいよって、なんかの SNS かなんかで紹介してて、でも私そのひーちゃんが紹介する前から持ってたんですね、このマスカラは。そうでも使ってなくって、でもひーちゃんが紹介してたから使おうって思ってそう使い始めたんですけど、でもやっぱりこれは繊維がすごいので、アイドルやってる時ステージ立ってる時に汗とかかいてボロボロ落ちてきたらちょっとダサくなっちゃう。そうでも私あんま汗かかないんですけど、でもなーと思って、そう落とすのも大変だし、なので普段使いしてます。こっちはそう汗かかないからさ普段ステージ立ってる時もほんとあんまかかないんだけど私って、でもまあたまにかくんだよね、そのたまにがなんか来たら怖いじゃん、急に来たら、だからなるべく、書いても大丈夫なようなマスカラを使ってます。私元がマスクじゃないや、元のまつげがすごいしっかりあるので、あんまりバサバサにしすぎると、何あの女目元毛羽って思われるから、そうなるべくね繊維入りのマスカラはやんないように。なんかひーちゃんみたいにこう束感とか作れれば多分そんなこと思われないんですけど、私はあんなに上手に束感を作れる女じゃないので、そう本当に上手、ひーちゃんの束感の作り方だから、あと前に束感を作ったらなんか女の子から、いやなんか男性のファンの方からハルピョン束感は似合わないよって言われても、いやどうせそれはみたいなって思うけど、やっぱりメイクのことを知ってる女の子から、いやハルピョンはその束感とかよりもこう普通のナチュラルな感じのまつげの方が可愛いよって言ってもらえたら、もう分かりましたってなっちゃうの私。そうだって私よりも絶対その女の子たちの方がメイクのこととか知ってると思っちゃうから、私は多分あの心にいらっしゃるメンズファンの方々よりはメイクのことは知ってるけども、でもピョンズ女子よりは全然知らないから、そうだからもうそっちを優先しちゃう。タバカンっていうのは、まあ、ひーちゃんのまつげをさ見てください、そしたらわかると思う、本田ひとみまつげ検索したら、あこういうのはタバカンねみたいな。すごいひーちゃんの束感は分かりやすい、上手な例。
サバ缶は食べたいですね。ほぼほぼ完成です。今日は下まつげはやりません。サバ缶は美味しい。よし、でアイライン、アイラインは引きます。ちょっとアイラインは本気で引きたいからちょっと待ってて。アイラインって一番失敗がわかる。失敗したってわかるから。集中したい。ちょっと長め、跳ね上げ目です。完成。今日はメイク早かった、えらい。前髪問題の、そう、適当にドライヤーしちゃったから、ほらこうなってる。いや、なんかそう、シルクキャップ、前にファンの方からいただいたシルクキャップをかぶって寝たんですね。そう、最近そうしてるんですけど、そしたらいつも前髪がやっぱさ、全部さ、その帽子に入れるからさ、全部こうやって入れるじゃないですか。そしたら前髪も入れるじゃないですか。そしたらもう前髪すごいことなんですよ、いつも毎朝起きたら。そうだから、いつもあの濡らしてドライヤーしてで、オッケーと思って配信してるんですけど、もう今日は完全に忘れてました。パックしてる間に濡らしたことを。で、そのまま配信始めちゃってた。ごめん。ランパーつけよう。あ、チーク忘れてる。完成。橋本出来上がり、イエイ。あとは前髪焼けやります。髪の毛はストレートでいく。そうだから見て、これもさ、髪の毛もさ、全体的にこっちこうやって流れてるじゃん、こうやって流れてってるじゃん。だこうやって髪の毛後ろでこうやってまとめて、こうやってやって、こうやってナイトキャップの中に入れてたから全部こうやって流れてる。めっちゃおもろい。そんって全員こっち向き。
こんにちは。あ、そう、顔もほぼ完成したし、まあ髪の毛やってないんですけど、皆さんにここで重大な発表があります。なんとあんなにない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 って言っていたイヤホンが見つかりました。よかった。これで1万円ぐらいの出費をしなくて済むようになりました。よかった。あと1500円でした。こちらすいません、昨日1000円って言ってたんですけど。はい、あの劇場の日あったかかったでしたっけ、覚えてないんですけど、あの何かあったかかったのかな。私そのそれこそお姉ちゃん家に今居候させてもらってる身なので、アウターをね1個しか持ってきてないわけなんですよ。そうで、でもその日多分あったかくて、お姉ちゃんも別にそのアウター使わないって言ったから、お姉ちゃんにそのアウターを1つ借りたんですよ。ちょっと薄めのね、私が持ってきてるアウターとは別のアウターを、薄めのアウターを借りたのね。そう、そしたらなんとそのアウターの中にしまって入れて、でそのまま返してたっぽくて、お姉ちゃんに昨日お姉ちゃんがそのアウターを、昨日じゃない、一昨日なのかな、わかんないけど使ったらしくて、そこで見つけたらしくって、で私に昨日の夜ね、こんなの見つけたけどあんたのって言われて、あ、私のと思って、無事ありがとうございます。よかった。ご心配とごめん、まあ、迷惑はかけてないと思うんですけど、誰にもあのご心配おかけしました。はい、迷惑かけられたの自分です。はい、すいません、自分で自分に迷惑かけました。ありがとうございますって感じなんですけど、とりあえず見つかりました。よかった、おめでとう。パフパフふー、パフ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 、やっほー。はい、ありがとう。よかった。あ、じゃあ寒かったのかな、どっちなんだろう、わかんないけど、よくわかんないけど、とりあえずなんかアウターを変えたんですよ。お姉ちゃんのを借りたんですよ。そう、でそのまま忘れてました。何着てったっけアウター、でもあれ忘れたな私あれ忘れたな。だから昨日寒かったからあれか、昨日は昨日だから寒かったんだきっと。ちょっとあんま覚えてないっす、すいません。だって自分がその日着てたアウターを自分のアウターだと思って、自分のアウターをずっと探してたんですよ私、ポッケ。もうないと、無理だ、こんなに探してないならもうないわと思って、マジで諦めかけた、諦めかけた時ギュッと手を繋ぎながらニコッと、本当にそうです。私一人っ子っぽいですか？一人っ子っぽいってどういうこと？自由っぽい？全然自由じゃないっすよ。なんかちょっと頭おかしいだけです。はい。自由人ではないです、全然。とりあえず良かった、本当に見つかって良かった。
いや、頭おかしいのはそんなことあるんですよ。すいません、なんか申し訳ないんですけど、そんなことあって、ちょっとこの辺ペタペタするのやだ。いや、頭はおかしいです。はい、大丈夫。え、本当に落としてなくてよかった。っていうか私昨日結構あの集合までにちょっと時間があったから、そう、ちょっとだけ配信終わってからね、時間があったから、なんかちょっと早く行って、そう、駅で聞こうかなと思ってたんですよ。でもあの YouTube 見てたらそんな時間なくなっちゃってそう、それで聞かなかったんです、駅員さんに。でも昨日の夜お姉ちゃんから見つかったっていうか、なんかあったけどって言われて、駅員さんに聞かなくてよかったと思いました。はい、ほんと、っていうかもう一つ重大発表があって、楽しみ、すごい、もう嬉しい、私はめっちゃ嬉しい。もうイヤホン見つかったことと同じ、いやそれ以上ぐらいに嬉しい重大発表。なんと2024年の前期の朝ドラの主演が私の推しの女優さん伊藤沙莉さんに決まりました。嬉しい。あ、すいません、あの皆さんの推しの橋本春奈さんじゃなくてすいませんって感じなんですけど、推しの推しなんで OK です。はい、嬉しい。もうツイッター見ててでもでもイエーってなりました。嬉しい、万歳。やった、もう舞い上がれは私、今シーズンのやつちょっとあのお姉ちゃん家にいる間は見れてないんですけど、今はでも全部録画してあって、ちゃんと帰ったら全部見る予定で、今のところちゃんと全部あの終えてるので、しっかり。珍しいですよ、私が全部こんなにちゃんと追ってるあの朝ドラって本当に珍しくって、なんか最後にちゃんと見たなって記憶あるのは半分青い、永野芽郁さんの半分青いなんですけど、でもそれもなんかちょいちょいあの録画できてなくて飛ばしちゃって見たやつもあったりとか、なんか土曜日、え、日曜日だっけその時は、ん、土曜日だっけ忘れたけど、1週間にやってるやつでいいやと思って見た週とかもあって、こんなにちゃんと毎日舞い上がれというか朝ドラをしっかりもう1分1秒逃さず見てるのは初めてです。はい、まあやっぱりどうしても高校生とか中学生とかの時っていうのってやっぱ毎日15分時間取れるかって言われたらやっぱり絶妙じゃないですか。でもこの年齢になってちょっと落ち着きも出て、でやっぱやってるのがやっぱ私がすごいなんて言うんですかね、歴史ものがすごくちょっと苦手なので、そう、今やってる舞い上がれって結構割と現代寄りのお話なんですよ。そうだから見れてるっていうのももちろんあるんですけど、半分青いもそうですし、私もアマちゃん見た、アマちゃんもそうでしょ、アマちゃんも半分青いも今の舞い上がれも割と現代寄りのお話だから、そう見れてるっていうのもあるんですけど、
だから伊藤沙莉さんのは どんな感じになるのかわからないけど、でも推しの女優さんが出るんですからもう全部見ますよそりゃ。はい、もうゴリゴリの歴史ものだけは本当に やめてほしいんですけどそうですね、ちょっとそうなるとちょっと考えますけど、でもまあ見ると思います多分。今日もストレートでいきます。タイトルは本日午後、でも内容、タイトルより内容が知りたい私は。うん、まあ、でも別にその歴史ものをなんていうんですか、やるのが嫌なわけじゃないですよ私はね。やってることが嫌なわけじゃなくて、ただ私が苦手だから見れないだけであって、別にやることが嫌なわけではないです。やっぱりあこういうことがあったんだっていうのを今の女優さんとか俳優さんが演じることによってやっぱ分かりやすくなったりとかするじゃないですか。たださ教科書でさこんな千何何十何年にこんなことがありましたって言われるよりさ、ドラマでさこうじゃそれこそ私みたいに推しの女優さんが出てドラマで見る方がなんかそういうことがあったんだって分かりやすくなったりするじゃないですか。いや私だからそう別にやることに対して嫌な気持ちは持ってなくて、ただそれを見るのが苦手なだけであって、あと前髪めっちゃ斜めってません？えなんかめっちゃ斜めじゃない？私の巻きの問題？なんかまっすぐに斜めじゃない？私の巻きの問題か。すごい。まっすぐに斜めじゃない、そんなことない、私の皮の問題、え、なんだろう、なんか斜め、そんなことないのか、私の平行感覚の問題、全部私の問題だったできました橋本、今日の橋本完成。私の平行感覚の問題か。巻き方の問題だな、この辺がペトってなってるから多分そう見えるんだ。まあでも難しいからいいや、やめた。別にこれで写真スチール撮影するわけじゃないし、友達と会うだけなんでいいです。別に見すぎると変になるんで、ここら辺で止めておきましょう。できた。橋本完成。
すごい可愛いなって、ありがとう、オリゴ糖。ちょっと待って、友達と会う前にやりたいことがあって、ちょっと待ってね。今友達に。毛が目に入ってる、その時間でいいよと。あ、待って、ここ見て、うねってる、前髪やり直し。マジか、どうした、マジか、マジか、マジかとかあるんですか。さすがに入ってない。人と人の間にささやく、これは運命の歌です。愛が生まれ、それが歌に変わって、言い聞かせたくなる運命、このまま歌が歌えたらそれでいい。あるのかな、調べるだけ調べてみよう。前調べたっけ、ないんだっけ、ないんだって言ってたか、なさそうです、ありません。前髪は妥協したくない、だってめっちゃ曲がってる、ここら辺絶対無理。え、待って、もう一回ドライヤーしようかな、前髪だけ。え、本当に曲がってる。あ、でもいけるかな。いや、これは濡らして前髪だけドライヤーした方がいいパターンか。なんでこんなうねってんの前髪、どうした。でもやったらやっただけさ、なんか変になりそう今日、てかいつも変になるからさ、やめとこうかな。うん、や
ればやるほどいつも変になるから、別にそんなとこまで見ないでしょ。そんな、え、今日の見ない見ない、そんな、こんなこんな奥深くまで見られたらもう逆に怖いわ。全然平気。でも一回気になったら私は気になってしまう。やめてくれ。大丈夫。よし。ということで、本日の橋本さんは完成いたしました。可愛いのに変わりない。ありがとうございます。今日も可愛い。もうなんかさ、メイクしてさ、配信してさ、みんなに可愛いって言われてさ、よしって気持ち高ぶって行くっていうのが仕事だったり、用事するっていうのがもう最近の日課すぎて、マジでみんなに可愛いって言ってもらわないと生きていけない。でもスポットライト症候群ってこういうところから来るんですよね、きっと。アイドルやめて、あんなにみんなに私可愛いって言ってもらえてたのに、全然可愛いって言ってくれないじゃんみんなってなったりとか、え？みたいな、なんかもっとキラキラしてるのにみたいに思って、そっから私はやっぱりスポットライト浴びてたいと思ってスポットライト症候群になるんですよ。そうだからよくない。だからみんな可愛いって言わないで、でもいっぱい言ってじゃないと私は可愛くなれないから、これからも可愛いっていっぱい言って。ありがとう。本当に可愛くないときは言わないで本当に可愛くないときはここがちょっと可愛くないかもしれないって言ってください。したらそこを直すので。そんな時ありますよ。ちょっとなんかブスだなみたいな。え、無理、言わないでほしいです。やっぱりなんかそれが例えばじゃあ口開いてるのが可愛くないよとか、その直せることだったらいいけど、なんか今日のエラの張り方ちょっと可愛くないねとかは、そんなの直せるわけないじゃないですか、そんな一日そころで。でしょ、それは言わないでください。今日のなんか、え、なんか発表今日口開いてるよみたいな、閉じた方がいいってみたいな。私テレビ見るときいつも口開いてるんですけど、閉じた方が可愛いよみたいな、そういうときは言ってください。発表口閉じて。あとなんかちょっと今日のもぐもぐの仕方ちょっとキモいかもみたいな、そう、そういう時は言ってください。もっと可愛く食べな。そうそう。でもなんか、
今日の眉毛の角度無理みたいな、そんなん無理だしそんなん無理だしみたいな。それは言わないでください。西くんさん、リラックマトコトコありがとうございます。かわいい。まあ全肯定しとけばいいんですよ。はい、そうです、正解。もう難しい人は全部肯定しといてください。はい、もうなんか私がどんなメイクしても肯定しといてください。え、かわいい、今日もそれかわいいって言ってください。はい、なんかここら辺にヒゲぐるぐるって描き始めて、なんか今日これでステージ出るんですよって言っても、あのかわいいって言っといてください。でも良くないのがあって、ほにゃららは可愛いよみたいな、よくあるんです。なんか顔面は可愛いとか、顔は可愛い、みたいな感じになっちゃうので、はい、それはやめてください。今日も顔かわいいね、もう全部好きだよ、かわいいねって、全てを褒めてください。褒めるんだったら。え、本当もなんかムカつくんですよね顔はかわいいってなんだよみたいなそう、いつもムカつくんですよ顔はかわいいってなんだよって思いながら。でもこうやってムカついてる性格が可愛くないんですよね、きっと。でもわざわざそうやって顔は可愛いよねって言ってくるあなたの性格もちょっと教えてくださいって感じなんですけど、うん、私とどっちの性格の方が可愛いですかねって感じなんですけど、はい、あの内心ムカついてますめっちゃ顔はってなんだよみたいなそう、そうです。そうだから、なんか別にこういうのもなんかそのなんて言うんだろう、なんか普通に通りすがりの人が言うのがムカつくだけであって、なんかじゃあめっちゃお話し会とかもめっちゃ来てくれててみたいな、もう私もそのなんか劇場とかもめっちゃ見てくれてて、もうなんか握手会の時から来てくれてたりとか、そうなんて言うんだろうね、なんか私がまだまだこうメガネしてた時から来てくれてたりとか、なんかそういう、なんて言うんだろう、もう昔から知ってるよねみたいな、私たちみたいな、そういうノリだよねみたいな人に言われる分には、なんかもうまあみたいな言えるけど、なんか急に通りすがりになんか配信とか、なんか今日オンラインお話し会初めて来たんですけど顔は可愛いですよねって言われたら、もうなはみたいになっちゃう今日初めて来て私の何を知ってんだってそう、全部可愛いだろうと思っちゃうので、あの顔は可愛いって言いたかったら、全私に会いに来てください。それで私となんて言うんだろう、まあみたいなノリになってから言いましょう。はい、大事。
よろしくお願いします。まあ言わなきゃいいんですよ結論言わないのが一番いい。かわいいねって言ってくれればいいんです。顔はの3文字がいらないだけ。そんな感じで、そろそろ配信終わります。ちょっとやりたい、着替えたり、着替えたりやりたいことしたりするので、友達と会う前に、で友達と会って久しぶりって言ってきます。はい、行きます。ランキング首かゆ、1位 A ダッシュアットピョンドさん、ありがとうございます。2位ネバーストップアットニューインパラダイス公演あのパラダイスしないでください、入院中に、ありがとうございます。3位マジー、ありがとうございます。4位ギャローさん、ありがとうございます。5位赤鼻のソルティさん、ありがとうございます。ちょ、友達いたんだってどういうこと、おい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 、いるわうちにも友達おいおいすいません、はい。6位マジカナバナナアット顔より性格が好き、初めて言われました。はい、初めて言われました、私の性格好きなんて、嬉しい、イエーイ、ありがとう。やば、じゃあ顔は嫌いなの、あーめんどくさい、あーごめんなさいめんどくさい女子になってる今私。でもこうやって言及しても追加コメントくれないので、次に行きます。7位ベベモンさん、ありがとうございます。8位伊賀の藤丸さん、ありがとうございます。9位ズーデスさん、ありがとうございます。10位ツッチーさん、ありがとうございます。11位にしくんさん、ありがとうございます。11位アナンタさん、ありがとうございます。12位スケさん、あれどっかで変わってる。9位ズーデスさん、ありがとうございます。10位か、あここか、うん、わかんない。10位ツッチーさん、ありがとうございます。11位にしくんさん、ありがとうございます。12位アナンタさん、ありがとうございます。13位すけさん、ありがとうございます。そして本日のラッキーと88位はともさんです、ありがとうございます。待って、もうすぐで5000人いく、もうちょっと配信するわ、あと3秒ぐらいちょっと適当に言ってるわ。昨日やってみっちゃのマジックの回が放送されたんですけど、私まだ見てない状態じゃないですか。でもなんかそのファンの人じゃない、なんだっけ、普通に知り合いから、そう、あマジックだったんですけど、そうハルピョンが丸々に挑戦っていうのはマジックで、マジックを富山のとある小学校のところに披露しに行ったんですよ実は。そうびっくり、なんかこれまではそう、これまでのやってみっちゃってフラメンコ踊ったりとか、なんかフレアやったりとかするにしても、全部そのお師匠さんの目の前でやってお疲れ様って終わってたじゃないですか。でもこうちゃんとなんかお師匠さん以外の方にもなんか見てもらって、わーってなったのが初めてだったので、てか初めてなのでめっちゃ緊張して、そうもう失敗できないと思ってすごく緊張していました。なのでぜひ楽しみにしててください。また TVer さんで乗るのも、まだねお寿司の方もね後編まだ一緒に見れてないので、今度ね
後編見るときに前編も一緒に見て、前編後編で一緒に見ようかなと思っているので、またそれも一緒に見ましょう。よろしくお願いします。それではそんな話をしてたら5000人超えたので、5000はキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで5019人の皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県代表春ぴょんこと橋本春菜でした。それではまた今日の夜多分配信できると思います。そしてぴょんメール、ツインテールの写真を送ります。それではありがとうございました。またね、バイバーイ。またねー。